角度のキープでしょ。はい、やっぱ起き上がるといろんなミスが出ると思うんですけど、はい、どうやって直すの、ちょっといまいちよくわからない人が多い、その辺ちょっと教えてください。はい、まずおそらくアマチュアの方っていうのは、ボールを地面にあるボールに対してこのボールを打とうとするので、基本的に前傾がやっぱ伸びて起き上がる。なぜかというと本来はボールじゃなくてボールの下の地面数センチ下にヘッドを潜り込ませないといけないのですけど、それを地面の上にあるボールのみを当てに行くんで、どうしても体が浮いてきたりとかお尻が前に出て前傾が保てないっていう現象になりがちです。そこで、まず認識してもらいたいのはしっかりボールの下の地面にヘッドを届かせること。そのためにはやっぱり前傾がキープすることが大事で、おすすめのドリルがあります。前傾を保ってくださいっていくら意識したところでやっぱり今までの癖で頑張って意識してるけど伸び上がってしまうっていうのが多くて、この前傾が保った状態での当たる感触っていうのがなかなかつかめないと思うんですよ。そこで、構えてもらって、いつも通り構えてもらって、そしたら、グリップの先っぽ一番短いポジションで持ってもらいます。そうするとどんぐらいだろうな、20センチぐらいヘッドが浮くと思うので、この状態から、打ちます。一度やってみますね。こうすることで構えた時よりも必ず沈み込まないとボールに当たらなくなると思うので、この前傾が保った状態でボールに当てるっていう体の動きが、もう強制的に体感できるので、この練習を繰り返していくと、普通に持った時も前傾を保って打つことができるようになると思います。すごい、ぜひ。目から鱗でしたけども、はい、そんな簡単にできるもんですか。できます。ぜひ試してください。ありがとうございました。